せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。ファリュイの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。畜生。実力道理で淑女は君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。やるじゃないか。ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。君案外やるね。劣勢を利用してセントが力に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモレクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。
渦の魔人オセル、その神力だ。我はよく知っている。注意して避けろ。私はこうしました。夜叉の名は敏将を意味する。我が戦力を持ち、我のように走れ。子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。もう少しの辛抱だ。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。